では始めていいのかな。あ、マンダだ。いえいえ、お気遣いの方ありがとうございます。それではね、いよいよのりさんの時間が参りました。のりさん、それじゃあ今年もよろしくお願いします。大きな拍手お願いします。7年やってるのに、弾き語りは一人でやりだして20年なのに進歩がない。でも進歩がないのはこの地球が一番進歩がない。宇宙も全然進歩がない。1万年前から星がある。100万年前からこの上には星がある。太陽が邪魔して見えんだけ。今日は夜やる予定で夜の歌ばっかり選んじゃったんだな。強引に見えない星に歌う。見上げてごらん夜の星を。シャボン玉いいね。見上げてごらん夜の星を。小さな星の小さな光が、ささやかな幸せを歌ってる。星が、ささ
粛なんかない。さあ見上げてごらん夜の星を小さな星の小さな光がささやかな幸せを歌ってる。ありがとうございます。星の歌、宮沢賢治。何を急に言い出すんだろう。雨にも負けずのデプロボ、宮沢賢治の作詞作曲に。ほんまですね。たまには嘘は言わん、いつも嘘言っとん、星巡りの歌というのがある。星巡りの歌、三つの歌がある。同様でございます。七つの子、七つの子から星巡りの歌、メドレーでございます。悲しい、なぜ泣くの。悲しいは山に可愛い七つの子があるからよ。かわいい、かわいい。と悲しは泣くの。かわいい、かわいい。と泣くだよ。行ってみてごらん。丸い目をしたいい子だよ。広げたわしの翼、青い目玉の小犬、光の蛇のトグロ、オリオンは高く歌い、すると足元を落とす。皆の話をまたいたします。この T シャツ、生かした T シャツは、真ん前のリアルカラーの T シャツでございます。宣伝したんで、なんかちょうだいね。嘘嘘、リアルカラーの T シャツいいよ。隣にあるお店には、ミサンガがございます。私の前でロカビリー、
この後にはロックバンド。緊張するのよ。私真ん中に挟まれて、ねえ、シャボン玉歌うのよ。こんな緊張するステージはない。まあ、だからいつもお守りにミサンゴを見せてもらう。そうするといいことがあるんだわ。今はミサンガと言わない。プロミスリング200円、安いよ。あのお店に寄ってね。リアルカラー真正面、その横でミサンガでございます。いらん話をしたら時間がとすぎるんでございます。毎年歌っております。酒と涙と男と女でございます。待っていた人が2、3人がいます。1人いるかな、2、3人いるかな。川島英語でございます。これを歌うために毎年この暑い末広に参っております。暑いなぁでは行くぞ。酒を今は飲まないのでこれを飲んで頑張ります。飲んでーでございます。知ってるおっさんも一緒に歌いましょう。川島英語といえば星になってしまったんでございます。早すぎる。48歳、私はそれを超えて今50。川島英語に一回会いました。堺のライブハウス、あの辺で、ちょうどあの辺にいて、誰か歌うやついないか。25年前、東京がなかった、歌えばよかった。もう一生の反省材料でございます。人間は反省して生きていくのでございます。では参ります。ことやどうしようもない寂しさに包まれた時に、男は酒を飲むのでしょう。どうしようもない悲しさに包まれた時に、女は涙見せるのでしょう。泣いて一人泣いて泣き疲れて眠るまで泣いて、やがて女は静かに眠るのでしょう。一つ女の方が偉く覚えてきた。また一つ男のずるさが見えてきた。
男抱き通すなんてできないよ。涙は見せられないもの。飲んで飲んで飲まれて、飲んで飲んで飲みつぶれて眠るまで飲んで。やがて男は大変でございます。あんまり大変なのでゲストをお呼びします。末広の頭です。鈴木利光、次の歌はまた沖縄でございます。まだそうそう、まだそうそう、私をここに呼んだ張本人鈴木利光と一緒に歌います。いえいえ、お恥ずかしい話で呼んでいただいてありがとうございます。などそうそう歌うようなスタイルをしとらんのですけど、僕格好が。あの、何でもいいんで。何ですかそれは。涙ダーダーですので、何でもいいんでございます。今私はノリさんは汗ダーダーです。これを沖縄市南中では汗、そうそう、嘘よ、嘘よ。もうここにいるので困ったな、最初から死ぬと、もう声が限界になっちゃったので。今日はあれなんですね。うちな口で行くっていうことなんですね。うちな口なんです。うちな口で、まあ、知ってる方もたくさんいらっしゃると思う。沖縄語での歌詞ですね。なだそうその沖縄語バージョンでっていうことで、どこで歌えばよろしいですか。どこからでもいいんですが、なぜか前奏にはですねサイモンとバーホンクルーを呼びしました。お、それはそれは、ここにいます。ほんまかいな。ちょっとお待ちください。トシミツを呼びますのは、1番なのか2番なのかお楽しみに。そうですね。ちょっとノリさんの様子を伺いながら、はい、入りたいと思います。こう見えて怖いので。全然怖くないですよ。
くりがわなりなが夢見るすらみあげて死ぬくら待ちうんじゅつみゆ張り渡るひんあみんひん浮かぶあのつらさ待ちかさやとく思いをなでかぎたちるうるとみてかぎたちるひやなでそうそうしました。森さん、ありがとうございます。あ、左手の握手、右手の握手でしょ、今。ありがとうございます。声がガラガラでございます。知り合いがいっぱいになりました。太田さん、村田さん、武藤さん、リアルカラーさん、ありがとうございます。私の用意した曲は、次で最後です。もう一人星になった人間、今和の九四郎、今和の九四郎と井上陽水でございます。帰れない二人でございます。みんなにも若い時代があった。若いカップルは星が帰ろうと言っても帰れない。今日は七夕で夜遅くまで帰れない、帰れない二人です。参ります。
確かに見えたのに、満は星は帰ろうとしてる、帰れない、二人を残して、ね、みんなに今日胸なくです。次の特にノアさん、ノアさんはかっこいいよ、ロックバンドだよ。でもね、ボーカルがね、こんなに頑張ってはダメだよ、声が出なくなってはダメですよ。次はノアさんでございます。どうもありがとうございました。また来年、来年は10周年なのよ。鈴木俊光末広のステージ呼んでね。ではどうも。はいはい、のりさん、ありがとうございます。あ、のりさん、次のライブの予定とかは？11月にチェロがゲストで、私は音符読めないのにチェロを読んでやります。11月何日か忘れた、紙が貼ってある。はい、わかりました。いや、なんかあの次のバンドもね、紹介までしていただいて、あの様々なこと言っていただいて、僕はあの仕事が省けちゃいまして、ありがとうございます、呼んでいただいて。いや、今日どうもありがとうございました。のりさんにもう一度大きな拍手をお願いします。では先ほどのりさんからもね、紹介があったように、次はノアさんがあの出てきていただきますんでね、皆さんしばらくお待ちくださいね。